いいかい、君が世界を作るんじゃない、世界が君を作るんだ。人間誰だって望みは持ってるんだ。あなたの盾は何者にも汚されない。遥かな過去、遥かな時代に輝いた誰かの人生、それを何千年も経った今受け取る。いい旅ね。観客を沸かせるような豪快な勝利を期待しているわ。その行く末に晴れ渡った青空があることを祈っているよ。この先どれほどの窮地が待っていようと、お前はただそこに立つだけで正しいのだ。思えばこれは敗北から始まった戦いだった。天に渦巻く交代によって人類の誰もが気づかぬままソロモンに殺された。私は先輩の専属サーヴァントです。手を握っていただいたあの時からずっと。できることは全部やってきた。その答えがもうじき出ようとしている。それは戦うための装備だ。何を犠牲にしても敵を倒させるためのね。みんなここまで全力だった。だから俺も自分にできることを精一杯頑張ります。では君は、君は何を願う。お前の行動は何もかも占領だったのが人類最悪のマスターよ。これはあなたと私たちによる未来を取り戻す物語だったでしょ。なぜ戦う、なぜカルデアに手を貸す。お前たちは一体人類の何を見てきたというのだ。告げる。汝の身は我が元に、我が命運は汝の剣。聖杯の寄る辺に従い、真理の轍より答えよ。汝、惜しみの言霊をまとう七天。下し、下し、裁きたまえ、天秤の守りせよ。どうか忘れないでください。多くの出会いと、多くの未来、そういうもののために私たちは戦ってきたのですから。なんだ、やっぱりそうなるのかい。君は本当に頼もしいマスターに育ったな。俺は藤丸律か。多くの人たちに助けられ、多くの人たちの代わりにここにいるカルデアのマスター。